今からね墓参りに、行きます、ここは、まあ岡山霊園という、墓地になっております、ここから、ずっとこうね坂をね上がっていってほんで、自分の、先祖のね、墓の前に、行きます。この坂がね結構、きつくてですね、結構バテてくるというか、ちゃんと体力作っとかないと結構もう息切れするぐらいの、坂になっております、うん、これ結構登るんですよ、うん、岡山霊園いうのはねゼゼですね、場所でいうと、ゼゼのゼゼという土地のところに、なります。さあどんどん登っていきます。で登っていってでまだまだ行くんですね。でどん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 、うちのね父親がねあの先に行っとるんですけどねなかなか元気な父親で、どん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 、進んでいっておりますね。このままこう、墓地を進んでいきます。であれがうちの父親ですね。父親が今から水を、汲むんかなと思いますけれども水汲みは僕がしましょうかね。ちょっと息切れ、ちょっとしてくるぐらいの感じになってきております。親父がどん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 進んでおりますね、うん、でどん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 でまだもうちょっと行ったら、影山家のあ、わかった。はいはい。親父が水を入れといてということで、今からこれですね水を、水を入れる場所があるんですね。